はいどうもこんにちは、マキオです。デッドバイデイライト、皆さん楽しくプレイしていますでしょうか？最近ね、知り合いの方が、キラをやりだしたんですけれども、まあ立ち回りは別に悪くないし、で特殊攻撃とか攻撃の当て方も悪くないんですけれども、まあちょっとした、キラーの小技、相手を追い詰めていく小技ですね。これがまあ圧倒的にやってないんじゃないかなっていうので、まあいくつか僕が知っている限りの本当にどのキラーでもできる、まあ小技ですね、小技っていうんでしょうかね、テクニック、これちょっと教えていけたらなと思います。はい、PS4 の僕ですね。 PS4 の僕、じゃあちょっとやっていきましょうか。大変やで、こうコントローラーとマウスキーボードでやっていくんやで、これ大変やで。はい、それではここなんですけれど、まずはサバイバー目線で、まあジャングルジムですね。まあジャングルジムの、まあ、倒し方みたいな感じなんですけど、まあ板待ちしているなという場合で、キラーが向こうにいる場合、まあこういうふうにぐるぐるしてました。でこっちから来るかなみたいな、どっちから来るかなみたいな時ね、な場合で、キラー目線です。でキラー目線的にはまあなんかこう入ってきて、でここに板がないなって思いながらこうやってぐるぐるしてるわけですよ、これね。でここ板あるなと。でまあここはちょっとここに隙間あるんで弱いんですけど、まあ弱いんですけど、まあここ板っていうか、まあないとしてね、考えると、まあここでどういくかで、まあ、よくやるのがこういうふうにステイン隠しって言われたやつですね。でもステイン隠しもまあ見えると、こうサバ目線だとこんな感じで見えちゃう。じゃあどうするかっつったら、一瞬ステインを出してそのまま後ろ戻ってからこう切る。これどういう風に映ってたんやろ。でこれをやることによって、まずここのステインで、あこっちから来るのかなって、サバイバーはちょっとこういう風にこのカメラをできるだけね、トラッパーが見える、キラーが見えるような位置にします。なんでそこを、まあ、狙ってこのままステインを隠しながら、これちょっと離れすぎやな、ステインを隠しながらここまで来るわけですね。これちょっと手が見えてるでしょ、これ手がここにいます。できたらぐーっと突進攻撃で当てると、突進攻撃をしながらこう殴ると。ちょっとこれ危ないからちょっと離れましょうか。こう追ってる、でチラッと見せる、でグーッとこう殴ると。はい、じゃあ憎たらしいマップ、ランプキンレーンですね。はい、ランプキンレーンみたいにね、こういう背の高い、オブジェクトがあって、ここで板ぐるされるとき。で、彼が板を倒さずに、ずっと、ちょっといて。ずっとこういう風にぐるぐる回ったらどうするかと。まあ大体の人が、この板のところをめがけて、こうステイン隠しをしてね。で、急に現れると。こうステイン隠して急に現れるみたいなことやると思うんですけど、あえてここでグッとこうトラックバンの方を見ます。そうするとこうやって、サバイバー的にはぐるぐるさっきまで回ってたのが急に追ってこなくなった。でここら辺に溜まっちゃうと。でえってえどうしよう。でまあ賢いサバイバーはこうなったら
まあ、すぐ離れようとするんですけど、うん、離れたりするんですけど、まあここでぐるぐるできそうだなと思っちゃう。でも来ない。だこっちからステインを隠してこうやって来るか、またはこっちにステインを隠してガーッとこっち来るか、うん、の二択に迫まれます。で、サバイバー側はもう焦って、まあ、二択にかけてこう近づいてくる可能性があるんですよ。うん。それか、こういう風に離れようとする。うん。で、離れようとするのを、まあ、なんでしょうね、足音とかを聞いて、あ、こっちだな、みたいな。吐息とかを聞いて、あ、こっち行ってるな、と。でもこの位置にサバイバーいたら、いたぐる、ここでのいたぐるはできないので、そのまま走っていこうとするんですけど、まあそこはトラッパーというかキラーは追いつけるので一発切れますよと、すんと。うん。なんでまあこういたぐるをしている最中は、まあ板倒さないのであれば急に止まってみるとかね、っていうのも一個の手です。すべて一つの手なんで、過信しすぎは良くないです。はい。ね、あ、このサバイ、このキラこういうことしてくるんやっていうのもね、サバイバーは勉強するんで、うん、はい、嫌ですね。家の中のチェイスね、家の中のチェイスはですね、まあサバイバー的にはこう上に上がって、ここ2つ窓枠があるんですけど、これは降りると下に降りちゃう。そして着地硬直があるね。うん、なんだけど、このまま上に上がってこっち飛んじゃえば、キラーはここを乗り越えない限りハントレスや、デススリンガーとかじゃない限りはね、何もできないんですよね。うん、なんかこうアンチです。まさかのデッドバイデイライトアンチ、うん、安全地帯、安全地帯なんですけど、まあここでキラーがわーって上まで登ってきたなと思ったらここ降りると。で、キラーが降りてきたらまた同じことを繰り返すと、うん、いった感じですね。でこの時キラーさん的にはどうするかっつうと、こうやって普通に追って越えて、で、このまま降りると、この分ね、わかる？本来、ここにね、着地したい。できれば。けど、これだけ広がっちゃうと。うん。で、あれだけ広がっちゃうと、もう、二度と追えない。もう、二度と捕まえれない、これは。ずーっとこれの繰り返し。ずーっと。で、どうするかっていうと、降りるときにこっちに武器を振る。うん、見た、うん、ここに来れちゃう、ここにね。ね、ここにこう行って取れちゃうね。ここに罠仕掛けたのは全く意味がない。うん、無駄な行為ですね、今のね。なんでここに着地するんじゃなくて、一瞬上で武器を振ることによりここに着地して、スムーズに追うことができますと。うん、でこれは覚えておくと、ランプキンレーン、まあ対応してればまあなんとかやれるんじゃないかなって思いますね。はい、それではここですね。まあランプキンレーンで嫌いな人いっぱいいるでしょう。違法建築と呼ばれているところですね。まあ何が違法建築かというとね、ちょっと行きましょうか。こうやってまず目の前にね、前に、サバイバーがいるとして、こうやって逃げられて、ここにも板あるし、こっちに逃げるのやったらこのまま上行って、まあ、窓枠もあるしね。うん。こっちにも窓枠あるし。で、大体はこう、ぐるーっと回られて、ここ飛んで、
ここを飛ばれて、で板待ちしたりとか、まだ余裕があるんだったらまたぐるーっと回ってみたいな、うん、っていうことをずっとするんですよ、うん、これムカつくよね、本当にムカつくんですけど、まあだからあんまり自信のない方は、あのサバイバーがこっち逃げたら、まあ追うのをやめる、うん、のが一番かな。でもまあ大体、まあ、サバイバーってこうもう近いなって思ったらここで止まるんですよね、大体ここでね、ここ半身、まあまあこれぐらい行ってもいいか、これぐらいね、うん、もっと上手い人はここまで行ってるけどってんだけど、こういう時もまあこうなると、キラーが見えないから、まあ大体ね、なんかね、みんなね、ここら辺とかでこうギリ上が見えるぐらいの、うん、ポジションに大体います。うん、上手い人はもうちょっと前行ってるんだけど、じゃこういう時もうこうなると、もうチラッと見えただけで向こう走っていかれるんで、でこのまま武器を振ってもまあ板にぶつかると、うん、なんだけど、まあ、ここはステインを隠して、ステインを隠して一気にこう殴ると、まあ大体当たるかな、もういるって思っちゃっていいと思うこれは。うん、はい、それではですね、まあ、今度の小技、この二窓ですね、二窓対策というか、まあ、二窓で使えるちょっとしたフェイントっていうやつですね。まあサバイバー的にはこうまっすぐ行って、ここを越えて、であとは後ろを見ながら、キラーがこっちから来るんだったらこうやって逃げよう、うん、こうやって逃げて、でまあまたこっち飛んで、で向こう行ってるからこう行ってみたいなね、うん、ことをやると思うんですけど、じゃあこの越えるタイミングの時、うん、に、まあ、越えましたと、越えまして後ろ見てます、こうサバイバーが今後ろ見てますね、今止まってやってますけど、な時に、まあキラーの選択肢としては、こっちに行くと見せ、こっちに行くと思うからこっちから追うとっていうのと、ここを越えるという選択肢。あれ閉じ込められたんだけど閉じ込められたんだけど、うん、ここを越えるという選択肢、うん、そしてあとはこっちから来る選択肢ね、うん、があると思うんですけど、まあだいたいこっち向いて、こうね、サバイバー目線で今やりますけど、こう行って、こう行くと、もう、こっちに逃げるんですよね。うん。じゃあ、こうやって戻るのかって言われたら、戻るところも、若干見えるんで、まあ、対応できちゃうと。じゃあ、どうするかというと、サバイバー視点でお送りしております。こう行く、こうやってまあ越えられました、でこう、うん、これどういう風に見えてんだろう、まあ置きステインだね、このステインを置いていく、ここに置いていくっていうね。こんなに多分はっきり見てないんで、サバイバーの人も。あ、こっち来たなっていう風に見えるんで、このままね。こっち見たなって見えるんで、このまま、牛。で、じゃあ、ちょっとキラー目線でいくよ。キラー目線だと、こう置いていく。うん、で、壁に擦りつけて、ここで切ると。こうチェイス中なんでね、多分アクションもこうわーってなってると思うんで、このまま切っていくと、うん、みたいな
これも結構、刺さりますね。まあ、ぜひちょっと今僕一人なんでコントローラー2つ動かせないんで、一人だとちょっとまだ通信交換してないんでね、腕がまだ2つしかないんでね、これできないんで、だからまあこんなん聞くんかって思うかもしんないけど、動きでやってる時は刺さるね、刺さる時もある。はい、まあ、手だれのサバイバーに刺さるんじゃないかなっていうのが、まあこうやってまっすぐ行ったら板は遠い、板は遠いけど窓枠は近いから、多分ほぼ全てのサバイバーがまず窓枠を越えようとするんですよ。なんで、まあ、窓枠読みでこうさっきみたいなステインを置いていく感じ、そしたらあそれを回るので、でサバイバー多分こっち側に回ってくるんですよね。で板を倒す倒さないってやってる間にこっちを飛ぶんですよ。こっちを飛んで、いや倒さへんのかいで窓枠越えたからこう行くんですよね。そしたらもうサバイバーはもうここら辺で待ってるんで、ここら辺で待機してるんで、ああ小屋の中じゃなくて外から来るなって思ったらこう行ってまた窓枠か板で、まあ多分次の窓枠ぐらいで閉まると思うんで、で次の窓枠行った時に閉まって、で初めて板を倒すみたいな、まあちょっとサバイバーでやってみましょうか。はい、キラー目線ね。まずこう行く。で、ここ越えました。サバイバー越えました。で、板の方に行っているでしょうねと。板の方に行っているでしょうねで、すぐ越えると。だからまあ動き的には、こうまっすぐ行く。で、こう。で、こう行くと。そしたらまあ多分板を倒すか、板倒されていいんですよ。このもう外側何もないんで。で、さっさと倒してもらって。で、まぁ、ちょっとプレッシャー与えて、まぁ、追っていくと、いう形でもいいですし、こう追っていきます。飛びました。越えます。越えます。で、さらに越えます。で、やると、サバイバー、まさか、キラーが3回も窓枠を行ったり来たりするわけないだろうっていうので、結構油断してパニックになってこっちに来てる可能性があるんですよ。ここら辺に。なんで?みたいな。そしたら、ちょうどここ、ちょうどサバイバーが、この位置にいて、中から来るんかなって思いきや、すでに、すでにキラーがこのモーションになってると。で、うわ、まずいで板行くんだけども、これは突進攻撃の攻撃範囲内かな。
うん、になっているんで、まあ結構刺さるっちゃ刺さる。まあいろんなことしてみてくださいってことやね。まあ、今回、まあちょっとちょこちょこやってきましたけれども、まあ基本的にはステインを隠す。ステインを隠すっていうのと、まあ下をこうぐるんと回って切ると。これコントローラーでも多分できると思うんで。うん。で、下を向いてれば、こう、突進攻撃発動するんで、こう後ろ向きながら突進攻撃はできないんでね。うん。っていう。まあ、なんかこう、こんな感じね。こういう動きね。うん。みたいな。うん。っていうのを、まあ、ちょっとマスターしてみてください。そしたら、なんか攻撃も当たるんじゃないかな。うん。はい。あなたの、これを見ているあなたの、キラーが、少しでも、ランク上に行けるように、私は、常に、デッドバイデイライトのキラーを応援し続けております。ね。よろしくお願いいたします。ね、楽しいからね、やっぱキラーは一人で戦ってるからね。うん。こういう時どうすりゃいいのとかあれば、またなんかおっしゃってください。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。松原でした。はい。チャンネル登録、高評価もしよかったらお願いします。またなんか質問があれば、なんなりとおっしゃってください。コメントしてください。それじゃあ、お疲れ様です。